響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル。今日の担当は森島修太と前田誠司と真野匠と伊藤雅宏と日向大輔です。イエーイ、終わりが近づいてきたということで、はい、今回の動画でですね、忘年会やっちゃいたいと思います。はい、なのでもう食べ物飲み物たくさん用意されてるので、はい、好きなように、ね、飲み食いしてください。はい、いいですか。はい、ということでまずはね、みんなでこの1年を、頑張りをね、はい、変えて、一緒に乾杯しようかなと思うので。お、はい、あ嬉しいぜ。乾杯。あ、早い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 。じゃあ窓くんと窓くん一言。じゃあ僕が窓くんね。そうそうそう。いやー、みんなお疲れ。お乾杯。ちょっとね、すいません。乾杯乾杯。まっ、ご飯食べてると無口になっちゃうかも。はい、さあ忘年会と言いつつもですね、はい、飲んで食べてだけではつまんないと思いますので、はい、こんな企画も用意されているそうでございます。うん、題してメンズ忘年会サイコロットこちらにですね、おじゃじゃん、うんうん、テーマが書かれた、はいはい、サイコロがございます。はいはいはい、うまい。これをですね、まあ、出た目に書かれているテーマについて話していただきたいんですけど、1が出た場合、2019年はこんな1年でした、はい、2が出たら2019年の大失敗、うん、3は2020年の目標、うん、4は他のメンバーに物申す、うん、5番は、来年の響スタイルでやりたいこと、はい、6が響スタイル振り返り、これが出た場合はですね、はい、気配切りをやります。おお、気配切り、はい、懐かしい。響スタイル第23回で好評、を博した、うん、気配切り、見た目見ましたね。いえ、もうほら、俺しか見てるから。うわ、寂しいこと言うなよ。はい、あ、うん、なんだこれ。何番？3 3番2020年の目標。はい、まあ、2019年がそのね、ギター初めて、うん、なんか、うん、初めて、はいはいはい、初めて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 、その止まったの。分かる分かる分かるよ。なんか新潟人止まるよね。県民性の問題。やっぱ新しいことに挑戦するっていうのを、もうなんていうか大切さじゃないですけど、うん、なんだろうね、そのそこにこうしっかりまた打ち込んで、かつ今までやってきたことも、うんうん、さらにこう高めていくっていう意識のもとでこう活動していくと、なんかこう自分でも高められた気がするじゃないですか。うんうんうん、分かる。だからもう2020年もやっぱ新しいことをまた伊藤君と同じように、ね、何かしつつ、うん、まあ、今のものをどん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 磨いていけたらなっていう感じです。素敵、素晴らしい。おい、お、うん、お、1ってなんだ。2019年はこんな1年でした。あ、はい、人生で初めて、4連続かな、風邪ひいたんですよ。すごい地獄じゃない。地獄きついっすよね。合計どのくらいやったんですか、期間が。だからその、ひど、まあ、ひどい、ゆるい、ひどい、ゆるい、ひどい、ゆるいみたいな感じで、ジェットコースターみたいな感じで、トータル1ヶ月ぐらいは。うわー、1ヶ月も長いですね。みんな気をつけて。気をつけます。そこで学んだのは、鼻うがい。あ、鼻うがい、鼻うがい大事。やってみたいですね。それやったことないんで僕。ここの、まあ、すごく詳細に話すと、うん、ここの鼻の奥、副鼻腔なのかな、そのここにね、なんかそういうスポットがあるんだって、そのスポットが風邪ひくと大体腫れるらしくて、そこ先にその洗い流すことによって、だいぶ予防になるらしい。はぁ、って病院の先生が言ってました。なるほど、ためになるね。うん、うん、いや本当に真野さんにはね、普段お世話になっております。これぐらい最近寒いのね。よろしくお願いします。雪とか降るのかな、雪、今年こっち、こっちこっち、
どうだろう。はいはい。ただ静岡ってあんま雪降らないので、そう雪文化じゃ全然ないんですけど、うん、みんなどうなんですか。ここはねデフォルト。やっぱ降るんだ。すごい。今日雪か。そう。だいたい膝上ぐらいまで。そうなんですよ。すごい。そんなに。いやでもそれ少ない時で。すごい。うん、結構じゃないですか。結構歩くとき結構大変じゃないですか。もう誰かが歩いた後を歩く。だから誰かが歩いてくれてると OK ってなると、ね、そこ行くの。だけど大変な歩き方ついてるよね。はいはい、みんなフラフラなんですけど。なんでこういうステップ踏むの。あるの。関節おかしくなるよとか、ね、学生の時にちょっとこじゃれたし靴を買ったのよ。で、あの裏面がさ、ほんと革靴みたいにツルツルなやつ、はい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 、もう地獄。ダメ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 。やっぱスパイク付きだよ。スパイク付きじゃん、やばい。スパイク付き？サッカーってことですか？いや、あのね、長靴かな、うんうん、あるよね。あります。長靴のかかとにガチャンってやるとスパイクがつくやつが普段はしまえる。そう、普段はガチャンとしまってんだけど雪の上でガシャンと走ってる。面白かった。靴がそれってなんか小学校の時にかかとだけローラーついててなんかいきなりスーッと走ってる。あれみたいな感じで近いけどそれの雪降り版。雪降り版。何番？五五五。来年の響きスタイルでやりたいこと。これはあるでしょう。じゃあ1個ある、うん、まあちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、原付に、うん、原付に乗ってみんなでなんか旅をちょっと最高。旅をしたいなと。待って、免許ある？そう、あります。はいはい。あの、サイドカーって知ってる？これは、ね、自動二輪もあるから。じゃあ、行けるか、ね、あと、うん、もう一人だよ。もう一人。え、じゃあもうさ、車出そうよ。あ、じゃあ車ね。したいなと。うん、いいと思う。したい。結構ね、あの地方とか、うん、いいじゃないですかね。最高。そうですか。いいっすね。そして車だったらこう3人でね回してもらって僕らも。まだそう。あ、出します出します。車出します。マッピングマッピングだけ自分。おにぎりこうはい。地味に嬉しい。やれることが少ないからね。こっちね。その分全力で働く。はい。うん、何番？1番です。おお。お、2019年はこんな1年でした。アルゴナビスでライブをこうやらせていただいてるじゃないですか、うん、そこであのステージに立ってですね、うん、歌ってると熱くて、うん、すごく熱くて、うん、熱いよね。ライブ始まってあのワンポイントフィフス、うん、7月のワンポイントフィフスで、うん、僕多分ね2曲目とかでジャケット脱いだんですよ。だいぶ早かったよね。だいぶ早くて未だにいや、伊藤さん あのジャケット脱ぐのめちゃめちゃ早かったねって言われるので、うん、抜きがちな1年でしたけど。ジュラくん、おっ、なんだっけ、ついに出た雪スタイル振り返り。おー、ゆうたのということで、気配切りです。気配切り。はい。お、じゃあ、前田くん、はい、気配切りを戦いと1人選んでください。じゃあ、そうっすね、やってないまさくんと僕で、いや、行きたいと思います。前田、どうぞ。さあ、ということで、サイコロの目が6出たということで、気配切りをよっしゃ、はい、前田君と伊藤君にやってもらいたいと思います。はい、頑張ります。頑張って。わかりますね。ルール OK よ。目を隠した状態で、はい、それぞれ違うところに配置されます。はい、で、触れるのは1回だけ。1回だけ、はい、横はなしですか。そう、横はなし。横はなし。罰ゲームがあります、ね。おお、覚悟しておいてください。ゲーム受けたい人は負けてください。受けたい。受けたくーい。欲しがりさんみたいな。トクンお願いします。はい、じゃあ立ってください。え、こんな回るんですか。回ってます。回し方、回し方っておかしくない？すごい、落ちそうやし。はい、トクン連れて。やばい、目回った、目回ったよ。一緒に回ろう。あ、やばい。結構来てる、来てる。はい、じゃあ2人とも C。
あれ、なんだこれ。すごい気持ち悪いんだけど。あ、じゃあもうゆっくり休みな。さあ、ということで、お送りしてきましたメンズ響きスタイルの忘年会でございますが、はい、そろそろエンディングのお時間でございます。はい、伊藤くんが今なぜこのようになっているかというとですね、はい、気配切りで負けたからでございます。はい、プランクをね、このエンディングの間ずっとやっていただこうと思っておりますので、はい、ね、いろいろありましたね。やっぱありましたね。感想は早くいきましょうよ。感想は早く。今年のなんかお正月、あ、そうか、みんな来てるんですよ。みんな来てるんですよ。お正月いいね。来年、来年来てくれよ。来年の正月、来年とりあえずはお餅食べ、いや、もう食べて食べて、お餅がいいから。新潟帰る、帰って、帰りますか。帰ろう。今年は帰ったの。もういいじゃん。帰ってよ、一回ぐらい。無理無理。あ、そういえばさ、そういえばって、あ、年越しそばって食べますかね。みんなで死じゃない、死じゃないから、死じゃないから。で、夜まだ行けるでしょ。え、ま、もうでも、もう結構来てますね。まさくん、どうすか、あの、来年。来年、来年も頑張る。以上。はい、というわけで、響きスタイルですね、どんどん、更新していきますので、じゃんじゃん更新していきますので、皆さん、はい、ぜひぜひ、チャンネル登録、気に入ったらよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、そろそろ、終わりましょう。終わりましょうか。どうしましょう。今日の担当は森島修太と前田誠二とあの匠と日向大輔と伊藤真弘でした。それではいよいよ。伊藤君さ、そういえばさ